ハハハ、よろしく頼む。まずは小屋の掃除だ。張り切って取り組んでくれ。俺たちはみんなの体調をチェックして回っから、園長は通路の掃除を頼むぜ。掃除に飽きちゃったら僕に声かけてね。一緒にモフモフっと毛づくろいしようぜ。みんな、おはよう。ちゃんといい子にしてたか。ダッハハハ、いい返事だ。アルテミス3号、調子はどうだ。やめろ、そんなに舐めるなって、くすぐったいだろ。おお、完璧だ。初めてにしてはやるじゃねえか、園長。その通り。3人で手分けをしても丸1日かかっちまう。だから普段は通路と寝床だけ掃除するんだ。少し休憩したら次の仕事へ移るぞ。僕のお仕事も終わりっと。外でソニーの手伝いしてくるね。おう、お客さんが来た時は呼んでくれ。すぐ駆けつけるからな。なっはっはっは、そうだとも。何せ命を預かってんだ。片手間にこなすわけにはいかねえ。ないと言えば嘘になるかもな。俺の実家は牧場で、親もまた動物たちを愛している。時には俺より動物を優先されることがあってな。ガキの頃はそれが嫌で嫌で、ぐずって親を困らせたもんだ。なっはっはっは、そうだろうそうだろう。俺自身今では考えられん。時が経って弟たちが生まれて、弟たちに同じ思いをさせねえために時間の許す限り一緒に過ごした。弟たちもすくすく育って、俺自身も自然と愛情に飢えることがなくなってな。辛かったと思ったのはガキの頃だけだ。今は日々楽しく生きているぞ。園長にも同じように思ってもらえればいいんだが、どうだ、今日の経験役に立ちそうか。俺たちごとか、そいつは楽しみだ。ガチマジピンチの予感。ここにもいねえし。